新潟県柏崎市経以下は4730番地に本部を置く日本の私立大学である。1988年に設置された。大学の略称は三大。新潟県の私立四年生大学では最古の大学。高等教育コンソーシアム新潟の加盟校である。2021年には通信教育学部を新設した。 日本経済新聞社が実施した地域貢献度部門では全国の755校の大学中、全国総合ランキングでは149位、新潟県内では3位、私立大学のみでは1位と上位に位置する大学である。また2021年には大学関係者が水球日本代表、東京五輪出場選手に選出されている。1988年、 旧新潟短期大学を4年生へ、開祖再編する形で開学した。開祖にあたって、新潟県と柏崎市のほか、周辺の高柳町、西山町、小国町、出雲崎町、刈羽村が、設立経費の全額を負担しており、運営する、学校法人柏船学院と地元自治体の公私協力方式によって設立された、公設民営大学である。 付属学校として、新潟産業大学付属高等学校を参加に有する。近年、大学側は2014年11月7日、県と柏崎市に対し公立大学法人への移行を求める要望書を提出している。ありがとうございます。